というか、こんな時間なんですけど。はい、実はうーたん、体調崩してまして、お腹を壊しちゃって、あと昨日すごい勢いで嘔吐してしまって、急いで昨日病院に行ってきて、薬をいただいて、で薬飲んだら吐いたりとかはしなくなったんですけど、まだちょっとねお腹がゆるゆるちゃんなのと、あとは熱ないんですけど若干なんか体が熱めって感じで、まあそんな感じかな。で昨日はもうね夕方の6時ぐらいから寝てて、でずっと寝てて、で今起きたって感じです。でとりあえずおむつ替えてミルクあげて、で寝そうだったらもう一回寝かして、寝そうになかったらまあちょっと付き合って感じで、やっていきたいと思います。ミルクは少量を数回に分けてあげるように言われているので、今回は60ミリをあげていきます。15分後にまたあげます。よいしょ。はい、ミルク60飲んで割と元気ですね。昨日の夕方とかはミルク飲むたんびに、まあ、量も少なかったんですけどすごくギャン泣きして、でもうすぐになんか目閉じて、ね、いつでも寝れますよみたいな感じだったので、それに比べて今はなんか遊びに子供ルームに行こうかなみたいな感じの雰囲気出てるんで、だいぶ良くなってきたかなって気はします。元気になってきたの。また後でミルク飲もうね。うーたん起きてからだいたい1時間ぐらいで、だいぶ眠くなってきて、ちょっと今ちょっとミルク飲みながら寝ちゃってたりしたので、寝かしつけ行ってきて一緒に寝たいと思います。うーたん寝にしやね。よいしょ。それではうーたんいただきます。いただきます。よいしょ。はい、うーたんはお腹がゆるゆるさんなのでただのおかげです。よいしょ。本当は1日3回ちゃんとした味のついたご飯をあげてたんですけど、もう離乳食をすごいドロドロの時に戻してくださいっていうことで、であと離乳食戻すのも徐々に戻していってくださいって指示があったので、まずはドロドロの、これは7倍がゆです。せっかくすごい食べるようになったのに残念だね。でちょっとずつこのお粥から慣らしていって、他の食材もちょっとずつみじん切りとかからお粥に混ぜて増やしていこうかなって思いますね。お粥は好きなんだよね。あっという間になくなりました。お利口さんペロリと完食です。それではうーちゃん、あーせーの、ごちそうさまでした。
足りないわって顔してるね。まだ欲しいの。じゃあミルクにしようね。つないでいいね。あ、早っ。あ、ほら7度4分下がってる。よかったね、プちゃん。よかったね。だるまさんのだるまさんの見てないです。だるまさんのてんじゃん。ないないぽんぽんないないぽんないないぽんThank you.
母さん。はい、うーたんが眠そうになってきたので寝かしつけに行きます。ミルクは今度120作りました。レッツゴー。うーちゃん、おはよう。はいはい、多分まだ眠そうなんですけど、多分一回ちょっとお風呂とか入って、はい、でもう一回寝かしつけにしたいと思います。暗くてな、もう見えない。うーたんがいるんだよ。うーたん、おはよう。パー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 。大丈夫だよって、いい子いい子したい。うーたん登っちゃったの。わからないんですけど、一応一旦寝かしつけしてみます。で、つむたんも同時にいつも寝かしつけしてるので一緒に寝かしつけします。おやすみ、うーたん。うーたん、うーたん、おはよう。